あとね、男尊女卑家庭っていうのはね、その、家がめっちゃ秘密持ってる場合に多い。その秘密がある家言うたら職人もそうやで。それはみんなが思うような政治的な秘密っていうのとちょっと違うけど、魔術的な秘密って、というよりかは、まあ、その職人の技術自体がね、皆さんがどういう風に習ったか知らんけど、魔術そのものだし、どんな職人でもね。それがうちの定義ですけど、だから、特別な秘密ってあんねん。技術文献には載っけることができない。特別な秘密ってあんねん。それは特許の世界もそうなんですよ。で、まあそれで家がそういう秘密持ってる場合に男尊女卑っていうのが起きる。どうしても、まあ娘は嫁ぐもんのだし、まあまあ言えば。だから嫁ぎ先でペラるやん。ペラる可能性があるやん。そういう人は教えなさいって言われるかもしれんやん。その時、いや、実家の秘密は教えられませんって。ほなりえんじゃーとか。な殿様じゃなくてもそんなことあんねん。職人って一人一人殿さんやし、もともと武士多いし、職人って。まあ、どっちも、行ったり来たりしてんねん、職人と武士。農家の、三男四男が実家守るために武士になった。で、その武士が、後に職人になり、また武士に戻り、職人になり、武士に戻り。大名でもそう。大名の家柄でも、結構そんなことがある。意外とね。で、だからどうしても男尊女卑になってしまうね。秘密教えへんから。それは聞いてはならぬと。特に奥さんに教えられ。奥さん実家に帰ってペラあるやん。聞いてきたで、やっぱり思った通りやったねって。教えられ。だから男尊女卑に見えるっていうよりかは、絶対女に教えないために男尊女卑っていうシステムがあって。それは薩摩もそう。薩摩ってめっちゃ秘密多いからな、実は。で、まあ女ブーブー言いながら、そのいじめられてるわけじゃないから。女の強力ななんか、コミュニティを作るわけ。な、それでいいねんね。いじめられてるわけじゃないねん。絶対教えへんからもう近寄るなって。これ見に来るなーっていうのがあんねん。うちは教えてもらってたよ。逆に兄は教えてもらってないのが多い、ね。うちの方が教えてもらって。それはもうアマテラスやからって言うしかないんやんか。本人やから。この世界の地球の本人やから。うちは教えてもらいましたよ。でも普通女子教えてもらわねえ。で、うち教えてもらったこと全部喋んねん。それも許されてんねん。そのフェーズのうちはバラサハテナって言われてんねん。バラサハテナの、パロディみたいな名前やけどね。バラサハテナ。バラサハテナっていうフェーズは、そのうちの法学士としての、法学部出身としての、あのフェーズを言うんですって。で、法律女神って言われたり、戦闘女神って言われたりするでしょ。なんかうちの類型やねんって。嬉しくないよ。もはやかっこ悪い、ええ年してうち。そんなもんですよ、意外と。な、子供時代分からんけど。うん、子供時代分からんかったけど。確かに。大人になってみたらそんなもんや。こっぱすがしとかちゃうねん。なんかみっともないねん。なんか、中二病って丸分かりやん。違う、丸分かり。ちゃ、中二病ちゃうで言っとけた。はははは、嫌やろ、ラビロや。な。その中二病的なね、その文脈がね、幅利かせてね、水面下で。つまり、大脳進出じゃない部分。大脳変幻系ってめっちゃ中二病やねん、実は。まあ、14歳頃に大脳変幻系がすっごい発達するんちゃう？だから中二病って言われるんちゃう？大脳進出しかできないようなことを装いながら難しい感じのなんか、焼酎のラベルみたいな、あの必殺技、焼酎のラベル名みたいな必殺技名で、な、あれはいかにも大脳進出の技のように思えて、あれは大脳変幻系の技みたい。なんでかって海馬にアピールせんと、中二状態になれへんから。わかりやすいでしょ。だ、まあ、男尊女卑に関しては、だから、ティピカルな騒ぎ方は女子がすることは許されてる。それ朝鮮半島でもそうじゃん。なあ、こう男尊女卑やけど、やったら女子発言するやろ。でもめっちゃティピカルやろ。な。鹿児島でもそうです。この辺もそうじゃん。